と筆走り出したその時、僕らの世界で何かが弾ける。このまま壁に床に襖に屏風に塞ぎと変える、戻り出すさあ巻物広げよう、物語が今始まる。君のその落書きもいつか誰かの宝物、消さないで離さないで残しておいて、その想いを真面目なふりしていたずらに笑う君、二人の世界は墨色に染まる。そのまま蔵の2階のつづらの中に狐と猿も遊び出す。さあ巻物広げよう、今宵も宴が始まる。君のその落書きもいつか誰かの宝物、消さないで離さないで残しておいて、その想いを。夢の世界を想像してる、あの人は鳥羽の三条、遥か未来を想像してる、僕らの期待も相当。どのくらいそのくらい残れば、どのくらい瞳の奥の風景が君の長寿ギガ。僕は何を書けばいいの、涙の跡は自由なんだ、恐れず走る。